ここは倒さないからね。あなたと張り合うためにはこれくらいしなきゃって思ったんだよ。ほう、失せろ、手出しは無用だ。え、リンさんの全力？怖いな。それって褒めてるんだよね。なかなか期待できそうではないか。あいにくと俺も暇ではない。影遊びに興じたければ他を当たれ。なんかやる気がしなしなって感じ。呪うがいい、その無力を。どうしたの？何よ。物好きなやつだ。アサシンの共柄などおめえ以外の何者でもある前に。ああ、そうだったね。ごめんなさい、嫌な思いさせちゃって。慣れ合いなど必要ない。ああ、ごめんね、ついいたずらしちゃうんだ。でももうやめます、約束します。読み字の先達はこの僧人が担う。慣れ合いなど必要ない。でもさっき仕掛けたいたずらだから許してくれるよね。そうでなくてはな。リンさん、勝負。どっちが勝っても恨みっこなしだよ。子供はもう寝る時間だぞ。新米とか子供っぽいとか言うな。時間が。背中を誰かに預ける。簡単なようでなかなかに難しい。決着をつけるぜ。なんだと。やだよ、ちょいと根性が足りてないんじゃないか。さーて、収穫の時間だ。俺も背中で語れる男になっちまったか。起きなさい。何？あら、あなたに指図される筋合いはないわよ。まさか。可愛いとは程遠いざまね。当然のことだよ。ふん。そろそろ熊肉も克服できるんじゃないか。今私自身はこの足であなたを踏みにじりたいとそう思っている。そんな大したものじゃないよ。正直期待外れよ。一方的すぎてどうにも風情に欠けるわね。運命だからここにいるんじゃない。僕が望んだからこの道を歩んでいるんだ。ええ、本当に己で自覚してても抗えないどうしようもない人間もいるみたいね。まずいね、読みが甘かったから。こんな戦いに意味なんかないのに。あなたって本当に面白い人ね。思っていたよりもやるようね。次も考えてあげるわ。ここを落とせば勝利が見える。